からはちょっと愚痴の動画になります。なのでね、そういうのが苦手な方はこの時間までスキップお願いします。僕外食すると、ほとんど海鮮なんですよ。で、海鮮でも食べるものはほぼ決まってて、お寿司か海鮮丼か刺身定食、大体この3種類なんですよ。今までいろんな海鮮屋さん行きました。で、この前今まで行った海鮮丼